今ね、東京駅に来てるんですけど、 GoTo トラベルで京都に行きたいと思います。その前にね、ちょっと駅弁を買って新幹線のぞみにね乗り込みたいと思います。でこのね、東京駅の駅弁屋祭りってところなんですけど、まあ、かなりのね、スペースがですね、駅弁で覆い尽くされてましてですね、まあ、種類がね、まあ、かなりありますよね。まあ、いろんなね、多分、特産品の弁当みたいなのね、まあ、集結させたようなね、ところなんですけど、まあ、結構いろいろね、豊富に選べてね、どれね、買っていいかね、結構迷っちゃいますね。特にですね、この海鮮系がね、結構多いので、これ全然日持ちしないのにこんなにいっぱい置いといてもね、持つんかなって感じでですね、迷うんですけどね、結局ね、いろいろ悩んだ結果、崎陽軒のシウマイ弁当買うっていう感じですね。これからのぞみになって行ってきます。はい、毎度のね、シウマイ弁当と、あとね、他の人もですね、こうやってマグロイクラ弁当とですね、あともう一個はね、この、こぼれイクラとトロサーモンハラス焼き弁当っていうのかね、購入してたんでね、中ね、ちょっと覗かしてもらいます。かなりすごいですね。このハラスとイクラの量とかね、このマグロとイクラ、やばいです。まあ、駅弁はですね、それぞれね、めちゃくちゃ美味しかったですね。はい、京都に、到着しました。めちゃめちゃ天気あったかいですね。これからね、フレッサイン、京都八条口っていうホテルね、先に行ってみたいと思います。京都の八条口出るとですね、目の前に多目的ホールがあるんで、その脇をね、まっすぐ行くと、もうすぐ歩いて5分から10分ぐらいですね、相鉄フレッサインに着きます。こちらね、入り口なんですけどね、中に入っていきたいと思います。こちらはですね、東海ツアーズってね、サイトで、京都の新幹線付きのプランで、相鉄フレッサインがね、結構値段が安いかったプランがあったんで、そちらの方でね、一泊三日にして、帰りの新幹線を一日ずらしておくと、まあ、一泊三日になるので、その二泊目は自分でね、好きなアゴダとかで、一泊取ればね、まあ、好きな安いホテルを、取ることもできます。1階にですね、製氷機とかレンジとかね、洗濯機なんかもあって非常に便利ですね。まあ、チェックインしたんですけども、ここのね、入り口のところに、なんかこう、入浴剤とか、化粧水とかね、そういったものもね、自由に、選んでね、取れるサービスがありました。で、下にもね、ドリンクなんかもね、はい、選んでね、無料で取ることができます。チェックインの時はね、まず、下のなんかね、自動、機械みたいのがあって、そっちに名前とか打ち込まないといけないんですけど、そうするとね、鍵をもらえて、まあ、ちょっと非接触型になってますね。で、鍵をね、もらったので、もう部屋の方にね、行きたいと思います。通路はね、非常にね、清潔感があって綺麗ですね。で、今回はですね、517号室5階のお部屋になりますね。まずは鍵を入れて、まあ、電気をつけます。入り口でね、ハンガーとあと消臭スプレーがね、あります。結構ね、便利ですね。はい、中はね、結構一人で泊まるには結構、まあ、広めのお部屋ですね。こちらは行き帰りののぞみの新幹線がついて、一泊で、19,400円ですね。これ、GoTo トラベルがね、さらに効いて、12,610円がね、一人当たりの値段になりますね。だいぶ、お安くなってますね。で、二泊目の、ホテル代はですね、そちらの方には入ってないので、また別の動画であげますけど、そちらの方はですね、アゴダでね、一泊取ってます。はい、小さい冷蔵庫とかですね、お湯沸かすポットなんかもあったんで、下でね、コーヒーとかもらってくれば無料で、コーヒーなんかも、とかお茶とかもね、飲めますね。ただ、ウェルカムウォーターはね、ここにはついてなかったですね。はい、あとはドライヤーとかですとかね、消毒液なんかも、完備してあります。空気清浄機もあるので、まあ、3月、4月のね、花粉の時期なんかも非常にいいんじゃないかなと思います。こちらのね、奥にね、クローゼットがない分、ハンガーなんかも置いてありますね。靴磨きなんかも置いてあって、スリッパもね、完備してあります。お風呂はですね、まぁ、ちょっとユニットタイプになるんですけども、こんな感じでですね、はい、シャワーなんかも、非常にね、綺麗な感じになってますね。髭剃りとね、歯ブラシと、あと綿棒とかですね、あとシャンプートリートメント、ボディーソープなんかもあります。こちらがですね、フレッサの部屋着になりますね。夜はね、ライトアップが非常に綺麗な入り口になってます。